家庭菜園ライフ。杉並で菜園をやっている高橋です。今日はこれをやらないとトマトの収穫は悪い、栽培終盤の重要作業をご紹介していきます。トマトの栽培ですが、7月後半からはもう終盤に入っていきます。この終盤での栽培ですが、収穫量も多くなってきますが、少しトマトの状態も悪くなってきます。定期的な管理を行わないと、栽培しているトマトが急に取れなくなったり、味が落ちてしまったり、せっかくの収穫ピークでがっかりとしてしまうこともありますので、今回は特に気をつけていただきたいようなポイントについてかいつまんでご紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。ではトマトをまずぜひ見ていただきたいと思います。こちらのトマトは、ミニトマトになります。名前はですね、コクウマというですね品種になりまして、基本的には接ぎ木を、植えています。合計でここだけで24本あって、まあ、2本仕立てにしてますので、実がついてる茎は全部で48本あります。だいぶ完熟したものも出てきています。ちょっと収穫のタイミングのものを取ってみましょう。まだここら辺はですね完熟ではありません。もうここら辺に全体に赤が回って、赤が少し、深い、赤に変化したところが完熟になっていきます。違いがわかるでしょうか。こちらの方はまだ完熟の一歩手前というような状況です。ちょっと食べ比べてみましょう。これはほぼ完熟、ちょっと手前ですかね。あ、これちょっと実が割れてるな。こちらが完熟。ちょっと食べ比べてみます。完熟前はですね、まあ、味は、まあ、十分乗ってきてるんですけれども、酸味と甘みのですね深みがまだもう一歩足りないような状況です。ではこれ完熟の方を食べてみます。だいぶ味が乗ってきてまして、特にこのコクウマという品種は酸味と甘みのバランスが非常に良くてですね、名前のごとくですね味がかなり濃いめに仕上がりますんで、まあ、トマトの中でも、まあ、かなり味としてはいい方に入るんじゃないかと思います。あともう一つの特徴は、一つの花房にですね多ければ大体20以上つくケースがあります。普通は1本の花房に、まあ、両サイドに実がなるんですけども、まあ、この品種の場合はですね条件さえ良ければ2つの花房に実がつきますので、非常に多い収穫量が期待できるという品種になります。まあ、一つの花房が2つに分かれてて、一つの花房に白葉と14個ぐらいついてて、それがまあ2つありますので、1つの花房でまあ大体30近くですか、まあそのぐらいまで実らせることができます。ということで収穫のピークに入っているというのがお分かりになるでしょうか。しかし、この上の方の段に近づくにつれて、しっかりと最後まで収穫できるのはお手入れもやはり必要になってきます。手入れを行わないことでトマトは一気にダメになってしまうケースもありますので、この猛暑の中で、作業は少し大変ですが、細かな作業をぜひやってみてください。ということで、私がこれからの時期に、重要視していることというのは、まず一つ目は脇芽の処理、2つ目は葉の処理、3つ目はタバコガ対策。特に脇芽の処理というのが重要です。脇芽をしっかり取らないと栄養が分散し、トマトもあっという間に老化してしまいます。脇芽取りは栽培の初期からやりましょうということは申し上げていますが、実はこの時期の脇芽取りは非常に厄介です。1週間もしないうちにあっという間に芽が伸びてきてしまいますので、細かな作業が必要になってきます。ちょっとご紹介していきます。では1番目の脇芽取りから実際に解説していきます。トマトはですね非常に元気が良くてですね、放置しておくと脇芽がどんどんと伸びてきます。でさらにその脇芽にもですね花芽がついて実をつけます。そうするとですね必然的に実の数が増えてきてですね、栄養が分散してしまいますので、皮が硬くて実もそれほど大きくなくて、まあ、美味しい実を取るのがちょっと難しくなってきます。私の場合は遅くても、まあ、1週間に1遍は脇芽を取るようにはしています。実際の作業をご覧になっていただきながら、ちょっと説明していきましょう。これを見てください。ここに脇芽が伸びてきています。このような脇芽をどんどんとカットしていきます。これも取りましょう。
小さいうちに取れば何ら難しい作業ではないのですが、混み合ってくると非常に大変です。ここに分かりやすい脇芽があるので取ってみましょう。天気のいい日に取るのが、よろしいでしょう。取ってみてください。ここで皆さんに注意していただきたいのはこのハサミです。私はこのハサミはトマト専用で使っています。なぜかと言いますと変な病気がうつらないように。しかもトマトを専用にしてもですね、ある程度その使ったらですね、消毒するようにしてですね、トマトに蔓延しないように、しています。2つ目は、葉かき作業です。トマトはですね、実際に下の方の葉っぱからですね、徐々に枯れてくるんですけれども、こういうようなもう葉っぱというのはですね、もう役目を終えてますし、逆にこういうのはほっぽっとくとですね、やはりカビですとか風通しが悪くなるとかですね、弊害が出てきますので、こういうふうな葉っぱもどんどん処理していきます。枯れてきた葉っぱや重なって日当たりが若干悪くなってきているようなところなんかも積極的にカットしていきます。このように細かくやることで病気予防にもなりますし、トマトにしっかりと日光を当てることができます。特にその葉っぱをかくときなんかがそうなんですが、手が実に当たってしまったり、取り除いた葉っぱが実に当たって落ちてしまうことがあります。そういったことにならないように気をつけてお手入れしてください。最後が、タバコガです。丁寧なお手入れをしていてもタバコガが発生してしまうと実を食害してきますので、とにかくチェックしていきましょう。こちらを、見てください。何の問題もなさそうに見えますが、よく見ますとタバコガがいます。頭突っ込んで中に入り込んでいます。完全に中に入っちゃいました。実を取ってみます。ちょっと割ってみます。刺激すると中に入ってしまうので注意です。このように中に入り込んでいました。穴が開いていれば中にいるか、周りに潜んでいますので、とにかく細かく撃退していきましょう。タバコガは実は動きがかなり早いので、逃がさないように撃退してください。ということでポイントをご紹介してきました。長く収穫するためにはぜひ今の点をやっていただきたいなというふうに思います。最後に完熟させて収穫するためにもこういった雨よけがですね、非常に便利なので雨よけについてご紹介していきます。トマトの実が完熟する前に雨に当たってしまいますと実が割れてしまうということがよく起こります。ですので完熟させて収穫するというのはですね、なかなか難しいところが時々あります。そういった時に雨よけをしてあげると割れるリスクを多少軽減することができます。ということで雨よけの設置がなかなか難しいよという方は、割れにくい品種で例えば大玉でしたらレイカとか、皮が固めのアイコですとか、こういうふうな品種選びもいいのですが、大型じゃないアーチなども売ってますので、ぜひ設置検討してみてください。今回は以上です。この動画が面白かった方、チャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた。